救い主と食材主。私はこれまで悪についての根本理論として悪が必要であったこと、悪によって今日のとき文化の進歩発展を見たことを書いてきたら、ここで今一つの重要なことを聞かねばならない。それは有史以来今日まで幾多の宗教が生まれ、その説くところは例外なく善を進め悪を極力排斥したのである。もちろんこれは悪そのものを除くのが宗教の建前であるから、もちろん当然である。それについて私はよくこういう質問を受けたものである。一体神や仏は愛と慈悲の権化でありながら悪人を作っておいて罪を犯させ、それを罰するというのは大いに矛盾しているではないか。それなら一層最初から悪などを作っておかなければ、罰を当てる必要もないから、それこそ真の神の愛ではないかというのである。なるほど、この質問は最も千番で一言もないが、実を言うと私としても同様の考え方であるから、その都度私はこう答える。なるほど、それには違いないが、もともと私が悪を作ったのでないか、私には説明はできない。つまり神様が何か訳があって悪を作られたのであるか、いずれ神様はそれについての根本的理由をお示しになるに違いないか、それまで待つより仕方がないと言ったものである。ところがいよいよその時が来たので、神はそのことを詳しく掲示されたので、私は喜びに耐えないのである。そして右と同様の疑問を持っている人も多数あるであろうか。これを読んだら暗夜に灯火を得たこと、発然と眼を開くのはもちろんであろう。ではなぜ今までの宗教解除のことごとくが悪を非難したかというと、先にも詳しく書いたごと、ある期間悪が必要であったから、その深い意味を慈心は知らさなかったのである。したがってたとえ精神といえども知りうる由はなかったの。精神はどこまでも性のみによって天国世界を作らんとするに反し、邪心はどこまでも目的のため手段を選ばず式で悪によって野望を遂げんとしたのである。ところがいよいよ悪の起源が来たのです。慈心の直接的力の発揮となったことで、ここに私という人間を選び善と悪との根本義を開示されたのである。それというのは今までの各種体操力が足りなかった。その最もいい例としてはかのキリストである。キリスト自身は食材主と言ったが、救い主とは言わなかった。食材主、食材主と読んで字のごとく罪の贖い主である。つまり万人の罪を一身に引き受け、慈心に謝罪をし許しを請う役目である。早く言えば万人の代理者であり、許される側の神で許す方の神ではなかった。そのため罪の代償として十字架にかかったのである。この理は仏教についても言う。かの釈尊が最初は仏教によって極楽世界を作るべく数多くの経文を取り先進教えを垂れたのである。どうも予期のごとく進展しなかったところへ、仏典にもある通り我72歳にして先進実を得たと言われた通り、この時自己の因縁と使命を本当に知ったのである。そこでこれまでの誤りを悟り、極楽世界出現ははるかに先の未来であることが分かったのです。
これまで説いたところの教説には固有の点少なからずあり、これから説くものこそ真実でありと告白し説いたのがかの光滅尽教であり、弥勒出現成就教であり、法華経28本であったのである。一言にして言えば、釈尊は仏滅、すなわち仏法は必ず滅するということを知り、その後に至って現世的極楽世界である弥勒の世が来ると言われたのは有名な話である。ただここで時期について注意したいことは、釈尊は56億7000万年後弥勒の世が来ると言われた。しかしよく考えてみると、いくら釈尊でもそのようなとてつもない先のことを予言するはずはない。第一、そんな先のことを予言したとて何の意味もないではない。なぜならば、そんな遠い時代、地球も人類もどうなっているか到底想像もつかないからである。これは新人によれば567の数字を表すためで、この数字こそ深い意味が秘めてある。すなわち5は火、6は月、水、7は地、土であり、これが正しい順序であって、今日までは675の不正な順序である。これは後に詳しく書くこととして、とにかくキリスト、釈尊の二大聖者といえども真理は解けなかったのである。何よりも経文やバイブルにしても明確を書き、何人といえども到底真理の把握は不可能であったにみて明らかである。もちろん時期の関係上やむを得なかったのである。ところがここに主神は神王なる真理をいよいよ開示されることとなる。この著に説くところ、明快にしていささかの起点なく、何人も容易に真理をつかみうるのである。そして今まで強大なる悪の力が一切をくぶくりんまで掌握し、あと一輪という間際に来て、意外にもここに一輪の力が現れ、邪神の謀略を一挙に覆すのである。つまり悪種善獣であった世界が善種悪獣となるのである。そうしてこれを具体的に言えばこうである。すなわちくぶくりんの悪とは現代医学であって、これも先に書いた通り必要悪であると、今まではそれで良かったのである。しかしその結果として人間の最大貴重な生命を完全に握ってしまった。もし医学が誤っているとすれば、生命の危険は言語に絶すると言ってもいいであろう。これほど世界人類から固く信じられている医学を是正するのであるか、容易な技でないことは言うまでもない。